はい、皆さんこんにちは。吉村農園の吉村です。今回も始まりました吉村農園の農業に来てくる。今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日撮影日ですね、8月の31日、今日はね木曜日に撮影してるんですよ。明日になるとね9月になりまして、9月になるとね、まあ、これを見てる方ほとんどいちご農家さんとかいちごに興味ある方だと思うんで、お話しすると9月はねいちごの定食っていうのが始まりますんで、まあ、なかなかいちご農家さんからするとビッグイベントが始まってくるっていう月になります。で今日の動画のテーマの内容、今日はですねこちら育苗ハウスの方に来ておりますので、育苗ハウスのね今の、まあ、進捗状況ですね、品種何品種かピックアップして見てきますので、ぜひぜひご覧ください。では早速行ってみよう。はい、では本日なんですが、こちら育苗ハウスの方に来ておりますので、まあ、今回もですね何品種かピックアップしてですね、まあ、今の状況等を教えていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、こんにちは。最初にとちひめ、とちおとめの後に出たんで何回か言ってるんですけど、なかなか市場には受け入れられなかったっちより生産量が少ないっていうことで、味なんかはねとてもいいんですけど、このようにいい品種的には炭素に強いと私は思うんですけど、その反面硫黄になりやすいっていうことで、一度硫黄になったことがあるんですけど、やっぱり根を乾かしたりするとどうしてもこの品種は病気にかかりやすいような感じです。一度、はい、ちょっとやりますか、ね、こんな感じで、まあ追い乳をしてるんで、もう根っこがねだいぶそろそろ花芽が上がってくればもう植えなくちゃなんないかなっていうような感じで、隙間があるんで、外から根がたくさん出てるんで、ここまで、ちょうど土を後で入れたんで、ここのところが持ち上がったんで隙間ができて根が張り出してきたっていうことで、作型としては強い品種っていうより脇芽がたくさん出るんで、芽を整理したりすると収穫量も増えるんで、個人的には味なんかとてもいい品種なんですけど、なかなかね、とちひめっていうその品種を知ってる方が少ないっていうのが現状なのかな。いちご狩りのところには入れてるんですけど、なかなかね、目立たない地味な品種です。でも味がとてもいいんで、少数な方なんですけど不安がたくさんいますってとこですね。はい、はい、じゃあとちひめちょっと全体も見せてもらいますね、はい、どうぞ。この辺り全体がそうですね。そうですね、作型としては強い品種だもんで、これをね市場に出して売っていくっていうのはちょっと難しいんですけど、個人の不安をたくさん作って、販売していくような感じが一番いいと思います。はい、はい、じゃあ次の反対側のこちらの品種もお願いします。はい、こちらを見てもらうと、先ほどのやつとはね葉っぱがちょっと赤いような感じに見えると思うんですけど、どうですかね全体的に。はい、まあ、こっちの方が葉かけもされてるんで、葉かけ地よりこの綺麗ですね。葉っぱの下の茎っていうんですか、はいはいはい、が赤く、これがね紅ほっぺ、特徴ですね、とても強い品種っていうより昔からある品種なんで、病気なんかにもかかりにくいんですけど、先ほどのとちひめと同じような管理をしてるんですけど、まだ白根の方はねあんまり出てるんですけど、若いやつが少しちょっとねちょっと多くてっていう感じ、中ぐらいなのかな。数とそういう風な実の方はねたくさんなるし、栽培のしやすい品種です。欠点はどうしてもねうどんこに好まれる品種なんで、カルシウム系ですね。あと低温にするとうどんこが発生する率も多いんで、新規収納なんかにする人は紅ほっぺおすすめなんですけど、うどんこだけ、どうしてもねうどんこでね、ちょっと困ってるんだなっていうお電話がある時もあるんで、作柄としてはね、一回休む感じですね。あとはなり続けるっていうような品種なんで、おすすめ品種ですね。はい、はい、ちょっと紅ほっぺも全体取らせていただきますね。はい、なんとなく赤いっちんですか。はい、まあ病気には強い品種ですからおすすめな品種です。はい、はい、ではもう一品種だけありますので、もう一品種を見ていきますので、はい、よろしくお願いします。は
い、それではね、3番目の品種っていうことで、私の左の手を見てもらうと分かるんですけど、こういう品種。先ほどの紅ほっぺよりはちょっとね、柵型が小さいんですけど、茎が赤いっていうのが特徴で分かりますかね？分かります。はい。このような品種でね、私もね、5、6年も、10年ぐらい作ってるかな、美味しいベリーって言って、親苗はね、いつものところの、三好さんの方から購入して作ってみて、柵型としては強い品種ですね。植え込んで、どうしてもね、で、脇芽がたくさん出るんで、ちょっと脇芽を整理していかないと実がなりすぎちゃうっていうところがあるんですけど、とちおとめよりはちょっと形が悪い実ですね。感じがするんですけど、味と、そういう感じはお客様の方の評判はとてもいい品種ですから、強い品種っていうよりね、数がなるんで、まあ、新規収納なんかの人はパック詰めなんかもしやすいし、美味しいベリーはおすすめ品種ですね。はい、はい、わかりました。最後に質問なんですけど、はい、ここ最近の暑さは、暑さがね、ちょうど畝上げもね、あと1日ぐらいで打ち当たりも終わって、配管立て1週間ぐらいで、平年であればだいたい9月の10日ちょっと過ぎぐらいに定食っていうところなんですけど、花芽が上がってるような品種もあるとは思うんですけど、今ちょっとね、暑すぎてどうしたらいいかなっていうような感じなんですけど、作業的にはもう終わったんで、配管と上を鳴らしたり、換水チューブをベッドの上に並べたりする、して、植える前まではとりあえず9月の7日ぐらいには終わりにして、あとは花芽の上がりと今後の天気なんかを想像しながら定食っていう感じに持っていきたいと思います。新規収納なんかの人もね、9月中にはだいたい植えないと、遅くてもね、10月の頭までに植えないと年内取りっていうのは不可能ですから、これはどんな名人っていうわけじゃないんですけど、期間はある程度育成していかないと実の方はなりませんから、その点だけは暑いから作業を後手にして、いや涼しくなってからなんていう考えじゃなくて、9月中には定食っていうのは基本です。はい、はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ですね、動画いかがだったでしょうか。今日はですね、育苗ハウスでの進捗状況を見てきました。いかがだったでしょうか。今回ね、3品種ピックアップして見てきました。まあ、栃木県の品種のとちひめ、あとはですね、紅ほっぺですね、これ静岡県の品種、あとはおいしいベリー、これはどっちかというと九州の方の品種になるのかな、あの3品種見てきました。まあ、あの吉村苗の方ではいろんな品種作っておりますので、品種によってはね、まあ、柵の違いとか、まあ、これ実がなってくるとだいぶ違いはまた分かってくるんですけど、まあ、この育苗の段階でもだいぶ違いが出てきます。で、最後の方にですね、社長の方からもお話があった通り、これ定食、まあ、あのちょっと遅らせようかなとかいろいろ考えてるってところがあったと思うんですけど、まあ、僕も個人的には少しね、遅らせた方がいいのかなとちょっと思っていて、花芽の状況を見て、ちょっと状況によってはちょっと遅らせていこうかなと思ってます。まあ、理由としてはですね、やはり非常に暑いっていうのと、定食してもね、あの暑すぎると次の花芽が飛んでしまう可能性もあるのかなってところもあるんで、まあ、そこはね、今後の動画でも、まあ、どのぐらいの日数で植えるかってところはお話ししていこうかなと思いますんで、まあ、今後もご期待いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。あとですね、今年の目標としてチャンネル登録1万人目指しておりますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではですね、次回も動画撮っていきますので、ぜひご覧ください。最後いきます。これが農業です。はい、こんにちは。いつも一言っていうことなんですけど、今日は栃木県でね、自慢できるお話が一つ、皆さんも知ってるかもしれないんですけど、路面電車 LRD ってやつが宇都宮から芳賀町まで、開通しました。15キロぐらい、1回目の工事が15キロぐらいかな。とてもかっこいい電車ですね。75年ぶりに路面電車が走ったっていうことで、
なかなかいろんな批判はあったかもしれないんですけど、できたっていうことで、これを見てる方でね、ちょっと時間とか電車が好きな方は、ぜひ、金額も安いし、宇都宮に行くチーノと工業団地をつないで、CO2 削減っていうことなんですけど、とてもいい発想だと思います。お金はだいぶかかったみたいなんですけど、いろいろ考えれば負の資産かもしれないんですけど、利用の仕方と運用の仕方によって、栃木県のイメージアップ、ゆくゆくはもっと先までつないだり、日光までつないだりしたり、私個人的にはもう片りまで来てくれるととても嬉しいんですけど、そんな夢物語はまずいいとして、でも新しくできた交通機関、なかなか乗る機会とか、やっぱりヨーロッパに見習って真似をしたんですけど、それを日本的にっていうのと栃木県的に変えていって、乗りやすいようなシステムをちゃんと作ってあるみたいなんですけど、ちょっと不具合も多少はあるかもしれないんですけど、一度乗って私も近いうちに乗りたいと思います。今のところすごく混んでるみたいなんですけど、いずれ人がある程度落ち着くと思うんでね、日光もいいし、LRD に乗って餃子を食うのも最高だし、ついでに益子焼きの方も来て、いちご狩りの方へ、私のところへ来てください。よろしくお願いします。はい、ですね、次回の動画の予告になります。次回の動画なんですが、9月の4日月曜日配信になります。内容としてなんですが、育苗ハウスなんてですね、収穫のハウスの腕上げ作業が一つ終わりましたので、今年の腕上げ作業の総括というか、あと注意点というところを取っていこうかなと思いますので、ぜひ次回の動画もよろしくお願いいたします。ここ最近ですね、僕ドラマとかはあんまり見ないんですけど、奥さんがね、40分の18っていうドラマを見てて、これ面白いみたいなんで、面白いみたいで、僕は見たことないんですけど、面白い深田恭子さんが出てるね、ドラマなんで、ぜひ見てください。はい、私僕は見たことないんですけど、奥さん曰く面白いんですよね。はい、その通りです。では次回の動画もよろしくお願いします。